こんばんは。珍しく2日連続で、投稿しますけれども、まあ、なぜ2日連続になったかっていうと、多分これはね、お困りの方も多いんじゃないかと思ってね、もうなるべく早く出そうと、思ったわけですよ。今日何かっていうと、まあ、今日もオズモポケットの、話になります。オズモポケットって、まあ、いいんだけどさ、現状マウントする、そのパーツが何もないんですね。これから出る予定にはなってるんだけど、アクセサリーキットが、あれ発売来月とかね。その間どうしたらいいんだと。最低限、三脚にはつけたい。で、今、三脚につけるとしたら、iPhone つないで、iPhone の方を、その三脚に、そのね、つなげるってことはできるけれども、これ単体をマウントするパーツがないんですね。まあ、Amazon とか見たら、ちょろちょろ出始めてはいるんですけれども、なんかいいのないかなと。思って YouTube をね、検索してたら、すごいいいのがあった。僕が見たのは、ピーター・ホーマーさんっていう方の動画で、この中で、オズモポケット用のマウントの紹介をしてるんですけど、それがですね、3D プリンターで印刷するタイプなんですよ。3D データ自体は、これサイトを見るとですね、これジョニー・チャンスさんっていうのかな、という、まあ多分中国の方なんでしょうね、方が作ったデータがそこにリンク貼ってあって、で、これダウンロードできるんですよ。で、今って3D プリンタの、プリントサービスなんていうのが、何社かやってるところがあって、そこでこうデータを、出して印刷頼むとできちゃうんだよね。まあそんなわけでね、僕もこれ作ってみました。これね、すごくいい。びっくりしたわ。まあ、これが本体なんですけど、まあこれ、はめるだけっていうタイプで、こっち側はね、GoPro のマウントですね。になるので、GoPro を持ってる方結構多いじゃないですか。だからアクセサリーは共有できます。しかも後ろ見るとさ、ここに穴が開いてて、USB ちゃんと、刺さるし、で、マイク穴もちゃんと開いてます。じゃあつけてみましょうか。これね、ほんとはめるだけで超楽。ほら、これでいいんですよ。これでよくて、落ちない。最初、これ来た時は、ちょっとスカッとするんだけど、この裏にですね、それこそピーター・ホーマーさんという方が紹介してたんですが、テープを僕はこれ3面に貼ってます。で、貼るとぴったりになって落ちることがなくなると。あとは GoPro のショーティーとか、まあ何でもいいですけどね。これに、つなぐと。これですよ。めっちゃ良くない？ショーティーだとこれ伸ばせるから、多少こう画角稼ぐためにも離して、撮影することができます。まあもちろんこれ開くんでね。こうやって立てて、三脚として使うのも OK ですよ。まあ撮影終わって収納するときはこれだって外してさ、これでまた保存しておけばいいだけで、もう荷物これだけですよ。純正のマウントっていうのがこれから出ますけども、それがね2500円ぐらいするのかな。じゃあこの 3D プリントしたらいくらかかるのかって言ったら、僕はねこれ1400円とかかな。で、さらに、お急ぎ便みたいな感じで、ちょっとこう、値段上がってしまう。まあ、早く欲しかったんで、やったので、まあ、結局2000数百円ぐらいで。まあ、だから結局同じぐらいかかっちゃったんだけど、普通にその納期を通常にしておけば、1000円台で作ることができます。僕も正直 3D プリンターのことあまりわからないので、もっと安いところがあるかもしれないですし、素材もよくわかんないからさ、ちょっと適当に選んじゃったんだよね。まあ結果的に満足してるんだけど、色なんかは、まあこれ黒にしときゃよかったなとは思いましたけど、まあ基本的にもう大満足です。今日紹介したこの、ピーター・ホーマーさんの動画と、このジョニー・チャンさんの、制作した 3D プリント用のダウンロードリンク、説明欄に貼っときますんで、まあ、オズモポケット買ったという方は見てみるといいんじゃないでしょうか。